ある SNS の投稿で、女の子の方が生物的に優れているのに、なぜ社会の偉いポジションは男性ばかりなのかという疑問が提示され、5万件以上のいいねを獲得しました。この投稿は多くの人々にとって興味深く共感を呼んだ一方で、反対意見や議論も巻き起こしています。女性が生物的に優れているって言われても、実際に行動や努力を積み重ねてこそ結果が出るんじゃないの。社会的な役割の問題もあるけど、責任の重いポジションを避ける人が多いのも事実だよね。男も女も関係なく、最終的には個人の能力や意志の強さが大事なんじゃないかな。生物学的に優れているかどうかなんて口で言うだけじゃ証明できない、実力で示さなきゃね。こういう発言が逆に LGBT 型の立場の人たちに批判される原因になるんじゃない。結局性別に関わらず努力しないと上にはいけない。だから男性が多いのは必然なのかも。女性が優れているって言うけど、優れている部分って具体的に何なの？日本は他国と比べても専業主婦を希望する女性の割合がかなり高いって聞くよね。それも一因かな。歴史的な背景や男性が伝統的に権力を持ってきたことも関係してるんだろうね。女性が優れているなら、危機の時には最前線で国を守ってもらうべきだよね。男性は後方支援で。優れているって具体的にどの点のことを指しているのか、もう少し定量的に説明してほしいよね。努力せずに優れているとは言えないよ。ウサギとカメの話を思い出してみなよ。口を開けて待っているだけじゃ何も得られない。ひな鳥の時期はもう終わってるんだよ。代表取締役になってみれば現実がわかると思うけどね。その優れている能力でこれまで何を目指してきたんだ。意味もなく浮かんだのはアミバだよ。女性が優れているなら、もっと世の中を良くしようとする気概が必要なんじゃないかな。そもそも前提からして疑わしいんじゃない。じゃあやってみたらいいんじゃない。どんなに高級な和牛でも焼かないで生で食べたら、よく焼いたオージービーフには勝てないよ。この話ってもしかして優先思想に近いものがあるのかな。あなた自身が女性であっても全員が優れているわけじゃないという証明になっているよね。そもそも前提が間違っているんじゃないかな。偉くなるにはなれるだけじゃなくて、なりたいっていう意思も必要だよ。優れているならその意思も伴っているべきだよね。頭脳の面ではどうやら優れているとは言えないようだね。もしかして逆説的に男性の方が優れていると言いたかったのかな。女性が生物的に優れているって言われても、実際に行動や努力を積み重ねてこそ結果が出るんじゃないの。社会的な役割の問題もあるけど、責任の重いポジションを避ける人が多いのも事実だよね。男も女も関係なく、最終的には個人の能力や意志の強さが大事なんじゃないかな。生物学的に優れているかどうかなんて口で言うだけじゃ証明できない、実力で示さなきゃね。結局性別に関わらず努力しないと上にはいけない。だから男性が多いのは必然なのかも。日本は他国と比べても専業主婦を希望する女性の割合がかなり高いって聞くよね。それも一因かな。歴史的な背景や男性が伝統的に権力を持ってきたことも関係してるんだろうね。